空き箱チャンネルそれではですねまずはフレームを作っていきますまずこちら土台ですね、まあ、いつも100円ショップで買ってきたトレーなんですけども、えー、これをね土台にして使いますで、えー、と改札のね本体なんですけども、えー、と角材ですね ちょっと別の、えー、とものを作った時に余ってた角材というか、えー、材料があったのでこちらを使いますでえっ、ー、とですねざっくりちょっとねこう描いたのでそれに合わせてですねこうマークをつけてこれをね、えー、のこぎりと、えー、それから野水とか使ってね、えー、切っていきますあわ、うん、使いた <laughs> ということで30分かけてですね、えー、まあこう高菜がこれに30分もかかっちゃいましたね えちょっとね真ん中は残ってますけども、まあ、あのフレームがあればね、えー、使えるんであえて気にしません、えー、ここにですねあとはですねこのサーボモーターをつけるための溝をつけて、えーとですね、仮止めというか1回ね土台に、えー、ネジを使ってねくっつけておきたいと思いますはい、えー、とゲートをですね、えー、ネジで取り付けました、こういう感じになります、えー、それからですねここに穴開けてますけどもここはですね通過用のランプですね。 丸バツのランプがつく位置になります。えー、それではですね、えー、と、モーターを取り付ける前に、えー、と、下にですね、ケーブルを潜り込ませたいので、えー、ケーブルをね、通すための穴と、それからですね、こちらの基板ですね、いちごジャムの、えー、基板を乗せるための、えー、穴を開けておきます。はい、穴を開けるとね、こういう感じですね。 で、えっ、ー、とですね、この後、いろいろ組み立てていくんですけども、一回ね、床面を、えー、模様をね、プリンターで印刷して貼りたいと思いますので、一回取り外します。で、それからモーターもですね、このタイミングでつけちゃいましょう。はい、えー、床をですね、こうやってちょっとシールを作りまして、ちょっと豪華な感じでですね。えっ、ー、と、そしたら、えっ、ー、と、ゲートの部分をですね、これ、ホットボンドでつけてます。で、ケーブルを下を通して、それからですね、丸ツランプの、こちらですね、 LED 用の穴を開けて、それからタッチセンサーというかですね、まあ、リードスイッチは後でつけるんですけども、そちらの、ね、溝も掘ってあります。ということでね、先にパーツを取り付けていきます。はい、パーツを、ね、つけるとこんな感じです。スイッチは壊、ね、れにくいにちょっとね、このアルミテープで貼ったりとか、ケーブルもね、このアルミテープでちょっとね、下に誘導してあげています。でそしたらですね、裏にこちらの基板ですね。 をプロググラミングしてつけてけいきます、えー、いつも通りですね、えー、ブレッドボードを使ってですね、この仮の回路を組んでいます。で、今回は、えっ、ー、と、これがですね、えー、と通過可能の丸のランプ、これが×のランプです。で、これがゲートになります。で、えっ、ー、とですね、こちらがスイッチの代わりですね、スイッチを入れると、ピピッって音がして、蓋が開きます。で、一定時間経つと、はい、こういう風にね、閉じるようになってます。で、何回かに1回ですね、 はい、10回に1回ですね、まあ、10分の1の確率でですねドアがバチンと閉じるような構造になっていますお連続で連続で10分の1当たった、えー、詳しいね、えー、プログラムについてはまたね別途まあ誰得なんですけども、えー、紹介したいと思います、えー、それからですね今回はここにですねここの LED のとこですねここに文字切り替えフィルムっていうのがあってでこれが何かって言いますと 赤だと×、緑だと丸ということで、これね、えっ、ー、と、黒いフィルムになってますけども、後ろからね、ちょっと光を当てると、ちょっとね、今だと見えないんですけども、赤い光が通ると×、緑の光が通ると丸だけをですね、表示するような、このフィルムが、特殊なね、フィルムがあって、これ30円ぐらいなんですけども、えー、これをね、買いましたので、ここにね、貼り付けます。ってなわけでですね、こちら、 いちごジャムに、ね、プログラムを組んだものをこちらをですね、えー、裏に入れてありますで USB がつながっていてモバイルバッテリーにつながっているとでこちらね今動作する状態になっていますじゃあね IC カードのダミーですねこちらを当てていきますはい開きましたねはい出ましたで、えー、こちらにね側をつけていきます というわけでですね、えーと、フォトショーを使ってですね、こういう感じでデザインしてみました。もうレイヤー超いっぱいです。えー、これが一番やっぱりね、意外と時間かかってますね。じゃあね、これを印刷して貼り付けていきますと。<music> はい、できました。ということで、えー、せっかくなのでですね、こちらの IC カードですね、 こちらは、まあ、結局ね磁石に反応して動いてるだけなんですけどもこれをですね、えー、オリジナルのこんなものをね作ったのでこれをね、えー、中に強力マグネットを仕込んで作っていきますということでねこの IC カードもできれば完成です、えー、遊び方はね、えー、言うまでもなくてですねここの部分にこのカードをタッチすれば 開くというものですねたまに閉まる、えー、こちら側にもですね、えー、とセンサーというか、えー、リードスイッチが入ってますのでカードを当てれば反応しますまあね回路的にはこっちを押してもこっちを押しても同じ動作をするので回路的にはねそう難しいものではないですねはいということで、ね、今回はこのちょっとね本格的なミニ改札機を作ってみたんですけどもいかがだったでしょうか えー、遊び方としては、ですね、まあ、電車ごっこにも当然使えますし、あとはね交互にあのこっちと、ね、こっちで分かれて、せーの、1みたいな感じで当てて、×を出したら負けみたいなねゲームもして遊べます、えー。ポイントとしては、ですね、まあ、中に入っているいちごジャム、えー、それからサーボモーターと、それからですねこちらのフィルムですね、緑だと丸を表示して、えー、赤だと×を表示するという、ちょっとね特殊なフィルムです。 まあ、いずれのねパーツも、ね、ネットで入手することができると思います本当ね便利な時代ですよねあとはね皆さんの好きなねちょっと色とかあの何とか線とかによってですね JR だとなんか大体緑なイメージありますけども私鉄だとねピンクだったり青だったりするようなので皆さんのね、えー、おなじみの、えー、鉄道会社にね合わせて色を変えても面白いんじゃないかなと思いますそれではみんなも作ってみるフィーユ まったねー